スロパチウェブサイトをリニューアル。演者スケジュールや最新情報はこちらをチェック。スロパチステーション。風エブリー。おはようございます。スロパチステーションのジェンちゃんです。今日はなんと一人でチャンスです。マジで多分これマジで一人でチャンス。本日お邪魔してますのがシンガーデンカムイド店さん。多分300は多分いないと思うんで001から9誰か。どうもジェンちゃんです。今年も新ミッションが始動しました。今回は個人ミッション。新ミッションのルールはこちら。4つの中から1つでもクリアできれば罰ゲーム回避。失敗した人が集まって隣駅で罰ゲーム。今年は罰ゲーム受けない。カテブリー。おはようございます。お願いします。カテブリー。はい、それでは来たいと思います。取れました、アリアでございます。エヴァとかに流れるのかなと思ったんですけど、もう全く逆でラッキートリガー島にバーッ人来てラスト2台ぐらい。逆にエヴァの方向ワンボックス誰も座ってない。こんな光景初めてです。新第6ぶりです。399引けるかどうか頑張ります。だからよくね、店内で出玉ランキングとか発表してるお店でよくアリアが独占してるイメージなんで、7万発とか結構ワンサカいらっしゃるみたいなんで、今日は僕がその人になりたいと思います。で、今回の機種ミッションは、プレミアムエピソード3000ボーナス、右打ちの10連以降の3000ボーナスで出現するようです。10連した後に 25% の3点引っ張っていかないと見れませんって感じですね。さあ行こうか。まあ先フラッシュで、まあ最初序盤ありえていきましょう。さあではスペック、図柄ぞろえは399分の1、じゃあ370分の1ぐらいで450発だけ取れる被弾チャージを抽選して、その合算が192分の1ですよって形です。で、ラッシュ突入率チャンスタイム込みで 62% でございます。まあチャンスタイムって言っても399をね70回転の時短で引かなきゃいけないんで、まあその時のカスタムはもう歴がおすすめです。もう歴光ったら当たりなんで。で、時短で引き戻しても通常でラッシュ取ってもう一回当てても、そして通常ので4500パット引っ張ってきてもラッキートリガー入ります。これは絶対必要っていうのはヒステリアモードです。そしてガチ恋ムービー、黄色金ゾーン、そしてストーリーリーチ。ヒステリアモード以外の3つは出た時点で8割超えます。あとサウザンクロスの特殊リーチ、いたずらな風アタック、まあこの2つの特殊リーチもあるんですけど、まあそのパターンでもなるので、やった特殊リーチだから当たりっていうわけじゃないのがもうここ要注意ですね。おい、なんか人の先フラって応援しちゃうよね。いや399の島だからさ、もう協力応援してください。先フラッシュは連覇しましたね。おガバメントさんボケ。いやガバメントはありがたい。相方のあレキネクストか。でネクストのパターン、一発目の疑似連で 3D っぽくないアリアが出てくるのがデフォルトパターンです。お、これは被弾チャーじゃない方ですね。ネクスト、ここでもう 3D がいいの。これがデフォなんだよな。でギリさんで 3D なのがデフォルトです。でギリさんの時にバスカービルがメンバー揃ってれば大当たりの攻撃です。これがギリにから出てきてほしいんですよ。きっ、あ、びっくりした。手前で重くなったかな俺。押したら一瞬扉開いた。オール赤1個は欲しいよね、金って感じなんですよね。でヒステリアモード経由してないのはちょっと危ない。赤イルミ、あ、やったストーリー。沈黙演出 80% です。外したくないよストーリーを。チームバスカービル、これ新大陸でも出たやつですね。でもねこれ外れたんだよ俺。いやでもさ 80% もそうそう朝から外さないと思うんですよ。いきます。
金はいるってことか。ああ、そこは流れに乗りたかった。これはたったらガチでお詫びなんだが、何か一個じゃ押し切れない。いや、らしいらしい、知ってる。伊達に長いことパチンコってない。これいいよね、俺これ超好き。え、マミさん言った目でしたから、白雪でします。やばーい、やばーい、なんでそっちは引けんだよ。大谷372分の1は引けんのか。まあ当たりは当たりよな、450発もんね。じゃあ2枚目いきましょう。大金の中で1位打ってんだ俺、見つけちゃった。ここにもランキングありまして、この台お店の中のランキング1回1位出してる。82,740。すんげー、夢ある。今日のテーマとしては、まあ、前回3000発のタイミング、こことこことこことかがありますっていうのを明確にねお伝えできなかったんで、3000発の組閣の種類の話をしたいので、まずラッキートリガーとかに入れるのは必須で、プラスでもう後半なんでもミッション狙いです。ほんと一撃5万発とかやってたら騎士ミッションもついてくると思うんで、うまくいけば2個同時達成もありえない話じゃないですね。カゼブリーね、カゼブリー来ていただいた中にレンジいなかった。あのナイキのさ、下のパンツにあの靴俺見たことあるんだけど、てか昨日一緒にいたし俺、隠れて一緒にカゼブリーするとかかな。バレてるよ。当たり、まあ2回目なんでそっちは引けんの。20しか変わんないんだよ。おお、重みが違う。あ、いいじゃんいいじゃん、ヒステリアジャンさんでとりあえずヒステリアモードでいけますね。あと保留なんですよね、やっぱ赤なのかな。あ、誘惑ゾーンチャンス、当たり。5点敗でバトル行けば当たりなんで、あ、でもあれか、まだ風の線があるのか、当たりじゃねえかも。いや、行くと信じよう。赤になって、赤まで行って、赤まで行ったら当たり。5点敗でバトル行けば当たり。お願いお願いお願いします。え、風出てきて出てきて、なんていうか3000なんだから、お願いお願いお願い。待って、風行っちゃうの。タイマー赤なら、黄色はダメ。数字、うわー、赤じゃなくない、これ風来ないかな。でも5点敗でいかないってことはさ、あー、風吹いた。3000なってるんで、もう3000です。いや、あの5点敗のバトル蹴ったんで絶対外れたと思った。迎え喜びしちゃったと思った。ここで3点で勝ることもあります。おー、これこれ、ありがとうございます。ありがてー、いや天中だ、ありがとう、いい風。総投資1万9000円です。で、この切れ目で 25% を引けたのであれば、そのままラッキートリガー入ります。僕までに3点取り切った後に、あの次回濃厚の振り分けがわずかながらにあるんですよ。それ引いてる場合は ライトニングバレットチャンス始まったら、もう1ゲーム連みたいな速さでパーン出てきます。さあ、10ラウンドの切れ目ですね。10段ぶっ放してボタン出てくるはずです。取ってて、もう4500も取っちゃって、ラッキートリガーぶっ放さないですかね。ああ、取った、無条件でラッキートリガー。ボタン来るんすよ。
ありがとう。さあこれで一番難しいところを突破なんてラッキートリガーです。超ライトニングバレットラッシュ。これ2人のおかげかな。その罰ゲームでヨシキさんのレンジ2人を見つけたら4500届きました。でこの切れ目でもまた馬のせいで出るかもしれない。いやこれは楽しい時間だわ、マジでありがとうございます。これでほぼほぼ投資分返ってきましたね。どれでやろうかな。激震好きなんですよね。激震でいこうかな。でかいね。105分の1を167回転で引ければ OK です。それではこのモード死んでるかでもやったんですけど単純です。通通動くで 10% で当たります。で保留変化点滅、そして青保留、青保留が激アツ保留になってて 43% で、レインボー保留が渡り濃厚です。ボタンが震えれば大当たりです。長いね。あ、惜しい。これね、おお、これこれこれ気持ちいい。で、今日言いたいことは3000のタイミング、また入賞時と1ラウンドから2ラウンド目もあります。ボーナスタイトル出てる間で、3ラウンド目はないです。で、こっから、次4ラウンド目から7ラウンド目それぞれあります。で、カウント5個目なのでバレット5個入った、ここ、この5個目入った時に告知されます。3000取ってないですね。6000もうまくり。いってらっしゃい。おお、俺熱いやつ。 43% ちょっと入ってるよ。はい、ブルブル、外れた。うわー、オーリュー、もったいない。震えちゃう、震えちゃう。よし、さあ3000目指していきましょう。入賞時、次タイトル、タイトルはひひがみ降臨です。打ち抜かれます。打てよ。おっしゃ、もう外さんよ。震えてくれ。よう出てくんね。もうさせ、いや、さすがに当てて。よし、ではここから話していきましょう。入賞時 V 5個目ね。1、2、3、4、5。あ、ダメ。さあここからいきましょう。ここ、ここ、ここ。ああ、よし、はい、早く。外れすぎじゃない？穴掘りこのものと一番熱いですからね、予告として。40切ったギリギリ、でも105分の1だからね。アマネジ、アマネジ頼む、頼む、その点滅5回に1回くらい。ああ、うまくいかんな。まあ、一番いいタイミングで3000発は引いたんですけどね、まあ、プラス益に行ったんで、このまま続行。322回転。うわ、怖っ。マイナス10万発？この台恐ろしかったっす。1週間でマイナス10万発取ってるよ。すごいね。でも8万バス出ればあれが一撃でほぼゼロラインまで戻るわけですよ。友達玉5000発切ったところでございます。ならん。一回被弾チャージ、ラッキートリガー終わったから挟んでますけど、かれこれ200回転ぐらいになったらないですね。というわけで一回しらきやめよう。アリアに一回戻します。さあ、トントンで、ここからもうマイナス撃です。でこれ先バレ来るじゃないですか。当たって残砲の中に被弾チャージとかがあれば、被弾チャージバーンってできた後に無限時短つくらしいんですよ。
だから鳴った後も保留入れといた方が得なんじゃないかなって思ってます。じゃあなぜやらんのだ。鳴ってこれ終わってから一回も後半見てないのよ。さすがに疲れたって。いや北斗無双の400回転1回も決戦ないぐらい辛い。それあり、それありですか。209回転450個ゲットです。いや399っておめえなちょっとね部活長野で移動もあるので、まあ、次ラッシュ入れてまず3000引くのを目標にやらせていただきます。当てよう。399を1回の実戦で3回も引くなんて贅沢だよね。フェチ？足かな。30倍？そんなんなんの。それは最高だ。内部的に俺が興奮してたら当たるってことね。隠れヒステリアモードだよ。 OK。 現在17時38分です。まさかの追加と3枚目。興奮じゃなくて食欲の方が。磯さん助けて。磯さん足綺麗だな。奥出てきた。見せられないよ。ちっちゃい子見てたぞ。3枚目何もなかったね。4枚目いきやす。いや簡単な台じゃないことは捨てるからまあしゃあない。レインボー入れるか。嘘でしょ。またチャージすんの。463回転もこればっかり。レインボーを持った途端ですよ。これが欲しいのは図柄揃いなの。660、800、まあちょうど2倍ハマりですね。399の方。あー健康的美白だね。あいいじゃんいいじゃん。なんか鳴る気がしてきた。いいじゃん今の。うっ赤おり緑おり。やっぱいい足だったもんな。あの美白は良かったと思う。風穴赤おりよ。完璧。75%今日初5点がいいな。ラーメン。そっちなの。ラーメンじゃないの。俺今ラーメンの気分なんだけど。6点か。で赤ホールが強いと踏んだ。 75% あ超ハーレムだ。あれハーレムってめっちゃ良かったよね。いやお願い。ヒステリアモード。300。はいはい。タイトル変化。これアイテム特大事。これ 50%。 今んとこ注文通りだ。200。アゴニ探偵。オッケーオッケー。アゴニ探偵プラスタイトル。外せるもんなら外してみやがれ。オッケー。せい赤もうチャンスもりもり。金マレット。であとイルミの赤とクライマックスパーティー来たらもう完璧です。ロゴドンしたよ。ロゴドン。おいはいクライマックス。もう何も問題がないと思います。久しぶりに完璧パターンを見た。チェックメイト回ってます。お願いな何か割ってくれ。耐えたぞここまで。相当3万5000円です。フリーズフリーズ。ジャッジね。バイブってください。アリアもいい足なんだよね。お願いします。うわっ、まあ 5% あるけどね。初めて引いたこっち。当たったね。
いや、いい足だったわ。最後の完璧だった、あの足は。のんちゃんなの？マジ？返してくれよ。俺の興奮。のんちゃん足綺麗すぎだろ。チャンスタイム70です。で、チャンスタイムはもう3球球を70回で引かなきゃいけないので 16% ぐらいなんですよ。だからここは僕のおすすめは歴が一番面白いと思う。もうなったら当たりなんで歴でいこう。いきます。通常かよ。かわいいな、このアリア。これボタンを押したら消えるから、これで1枚写真撮れるんだ。へえ。現在時刻がですね、19時43分でございます。僕は明日長野県でございます。前乗り諦めました。終電捨てます。せっかくラッキートリガー打ててるし、アリア打ててるんで、いいところもちゃんと動画残したいですし、何より入れてしまえばまくれそうだし、一撃でミッション達成もあるんで、いい動画残したいっす。まあ、こっからのプランは、まあ、4500を引っ張ってきていけないラッキートリガースタートが一番嬉しいんですけど、まあ、大体のルートは、まあ、3連発で下位のライトニングバレットチャンスを頑張る方だったんですけど、とりあえずバイブで突破した後3人のモードやってなかったので、まあ、いたずらモードでやろうかなと思ってます。で、ミッションクリア。もうそれが目標です。でさっき新たに図柄法則が分かりまして、4テンパイはスーパーリーチ以上で当たりらしいです。だからフラッシュしたらどんなことでも4テンパイだと当たりです、ね、全キャラ。確かに4テンしないもんね。現在約8時半まだ間に合う。6枚目、1万5000発は出るでしょ。てか出さなきゃダメだよ。でも今日ここまでハマったの初ですね。純粋に500近くまでチャージも引いてないです。もう図柄通り一本釣りするしかないっすよ。もう9時過ぎそうだし、もうちょっとで体も限界。これ当たりなさかだったら結構心折れるんだけど、明日長野結構このメンタル引きずりそうで、もう当ててんだけど、きつくない？この当たらないこの悔しい感じでさ、あと激早起きして長野行くの。おし、赤保留来い。赤保留だれ。保留変わってないの。いや、ワンチャンこれほんとラスチャーになっちゃうよ。決めよう、スラユキ。いや、頼むぞ、本当にお願いします。あ、いイルミアリー、アリアラッカーも欲しかったけど、5点じゃん。バトレ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 バトったら当たる。もう誰だ、スラユキ頼む。枠が赤くなれば3000です。上がれよ。いや、取ってやれって、取ってやれって。絶対風吹いてこいよ。タイム赤でチャンスアップ。黄色。いや、マジ頼むって。風吹けって、早く3000吹けよ、バカ。よく逆に朝当たったね。9時3分、もうこの一番ラストです。1000円だった。はい、転覆。まあ、ふざけんなよ。時刻がもう21時51分でもう10時近いので、でもこれ以上追っても次取り切れないか発生するので、おだぶつします。もうダメだ、俺はちょっと長野にたどり着く気がしないよ。はい、ということで、真っ暗でもう10時近いでございます。本当は今頃長野にいたはずなんですけど、終電も捨てて張り切って最後ラッキートリガーもう一回ぶち込んでまくるぞ。結果、399の方のハマりが、1700以上かな。初めてですね。いや、悔しいね。ちょっと、もう演者じゃなくて、今、素のテンションで話してるんですけど。悔しいんだよな。明日、長野じゃん。振っちゃおっかな。いや、もうさ、この動画がもうリアルよ。でも、まあ、動画のコンセプト的に、その3000のタイミングを一緒に楽しみたかったんですよ、皆さんと。一発ラッキートリガー入れちゃえば。で、そこで3000が引っ張ってこれる映像が撮れれば、まあ、僕も嬉しいし、なんか7万使って不完全ですよ、嫌じゃん。普通に。でも、帰ってくる可能性もあるじゃん。帰ってくるかもしれないじゃん。
ちょっとね、このモヤモヤをどうにかしたいんで、もしかしたら続けてるかもしれません。とりあえずここで締めます。ありがとうございました。大雪長野県です。遡ったわけじゃないです。翌日です。3月23日です。なんか雪を見てるとさ、一個一個嫌なこと溶かしてくれそうな感じだから、昨日の負けをこうやって眺めながら溶けていけばいいのにと思って今日来たいと思います。ありがとうございます。お願いします。ラッキーさんが埋まりますね。新エヴァアリアはどこにいるの。アリアはいたわ。アリアちゃん出そうだね。これさすがに出るでしょ。今日こそはいっぱい風吹かしてやる。いきます。はい、早起きできました。僕とつーちゃん上田到着しまして、角のアリア取れました。昨日も角だったんでね、今日こそは8枚目。この台もすごいよ。多分ね、昨日打った人僕と同じ経験してる。頑張ろう。俺昨日から1700ちょいはめてるから、上の回転数がもし300超えたとしたら僕2000はめてますからね。許されないよ。で、今日の大雪でもしかしたら新幹線止まるかもしれないんで、なるべくも早めに決着つけます。行くしかねえ。よし、赤保留になっててくれ。よし、ジランダで保留そろそろ当たってくれ。ジャンヌ頼むぞ。この後強めの S。 はい、デュランダル刺さりますからの OK、 ロコラッカ4点敗で2。ガチ恋入った。デュランダルガチ恋ムービーでも足りてると思うんですけどね。アジルッパーでホーリーも強い。昨日出なかったものが1個入りました。さあレイキーでヒステリアモード、ベルセまで行ってくれたらもう言うことないと思います。頼むよ。もう全員で6、もうそろっちゃえ。3人でもいい。 OK、 リサいる。アイコも取っちゃえ。100。300ノルマーレからの南部200。アゴニダンテ、欲を言うとベルセが欲しかったっすね。ただ保留デュランダルも入ってるしな。ガチコ MV 入ってるから8割はある。落ちてくればありがたい。これがちょっと怖い。ここ赤じゃないんだ。撃てよ撃てよ。チャンスアップ1個はいる。クライマックスパーティー行かないんだったら赤のイルミはイルミもない。危ねえか。でもガチ恋ムービーを信じて俺は。頼む。何で当たんの。いや本当に何で当たんのこの台はねえ。いや本当あそこのイルミのねデフォルトがまずかったよね。発展じゃあれ赤だったらまだあったけどね。さあ2枚目いきましょう。ここ115玉貸しだから早く持つ玉にしたいです。まあ先フラダメだからラッキーパートやってみる。先フラ消してみるか。ということで、まあ、ラッキーパートって名前じゃなくて被弾ランプなんですけど、でこのボタンを押してここ光ったら大当たりのコース。信頼度が2桁以上になるのは20からです。1回33、99、無限は大当たりのコースになります。ちなみに13個から 5.7% なので1以外の1桁はまあそんな気にしなくていいと思うんですけど、たまになるんですよねこれね。左の目だからリコちゃん入れたらいいんだ。リコちゃんにしよう。これおもろいと思う。リコちゃんはヒステリアチャンスから鳴らしてくれるんで、まあまあ待ちが分かりやすい。なのでリコちゃんの先ほど確率68分の1ぐらいです。でリコ選択時の場合は今まで緑保留他の子入れたら 28% だったんですけど、リコちゃん入れた場合は緑保留 10% で赤保留はそのまま 75% で金当たりです。すごいな。午前中で3枚目いってきます。到達してしまいました。300、昨日と合わせて2000はめてよくない当たって普通に。おお、なった。何個から99。13弱いよ。だゆき残ない。
厳しいものがある。でも怖いのがアリアでなってこの展開全く同じなんですよね。だからリコが精神衛生上いいかもしれない。どちらかというと当たればラッキーだよね。とりあえずリコちゃんの先フラが切った当該の保留でこのボタンのストックが30以上待とうかなっていう形ですね。このカスタムだと3394枚目。大丈夫か。昨日が7か、今11枚目が入ったのか。やべえな、びっくりするわ。なんぼだ、 8! なってボタンが 8! でも熱いじゃん。逆に熱いボタン、こっから上がるから。はい、よいしょ。金出た。赤が落ちて、ここで消される。クライマックスパーティーは来た。8なんだよ。押すよ、いきます。ダメだよもう。まあ8はきついな。でもさ、17%の音じゃないんだよね。何個ですか。 5! さっき8で引いたけど 5? それは雪が残る。レキ来たらチャンス。無理だ。8、8って5で次1当たるね。じゃあ5枚目いって最後にしよう。2日で12万耐えられん。3万パス一撃だったら全まくり。1でしょ、1だよね、1なんだよね、1だよね。次1ね。5、もう1カットインできて。うん、なんかすごい、さっきと同じ流れ。ギズレンはいい形で入り、おっボスカービル、おっ取った。初めて見た当たったパターン。いや押していいっすか。もう当たったわ、ボスカービルだ。5で当たんの。どうぞボスカービルです。うわ出せた、いきます。こう、はい、あー当たったわ。4万1000円でやっと当たった。いやお願い、とりあえずまくらせて。ありがとう。580近い点、もうフリーズして7になって。早くこれ大当たり止まりなんで、レインボーお願いします。お願い、3000にして震わせてくれ。よっしよーし、ありがとう。やっと当たった、よかった。理想は昨日と同じパターンですよ。4500、こっから3万発出せばいいんでしょ。でも3万発出てるってことは10連してるから、消しミッションチャンスですね。エピソード3000ボーナス。いやこんだけさはめて頑張ってんだからさ、そこはさ 25% 消せもさ、バッチ当たらないと思うよ俺。頼んだよ、打て打て打て、ボタン来い。取ってないか。ただ内部的に9999の時短があるんですよ。ライトニングバレットチャンスを見せかけて、その場合はライトニングバレットチャンスの画面でもうすぐドーン出てきます。で当たりみたいな、なんか1ゲーム連っぽく見せてます。で昨日震わせだからさ、突破はこれでいきたいんですよね。ボタン告知で終わったら3人のモードいきたいと思います。動画のテーマをね、3000の告知ガスでやってるんで、ここでもう即告知のバージョンがあるんですよ。ないですね。ここは突破しよう、いきます。保留変化待ち、ゾーツンツンして、はい、お風呂して、ここは突破しよう。ツン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 して、震えて、よし
これが昨日言ってたできなかったまず V ニュースパターンです。300025番取りました。あーひひがみかっけえよこれ。これでも6000発じゃん。さあこの切れ目もホワイトアウトで上乗せありますからね。上乗せ、おーこれうまくね。2連続3000いけてる。ちょっと待ってこのままどんどん上乗せしてくれ。はいーかっけー、すげー祝福してくれてる。ありがとう4500。で切れ目でこの 25% の3000を引き続けたらこれが続きます。でまたこの切れ目で25%取れたらまたブーン。なしなかったさすがにね。 OK でも入賞時の3000は紹介できた。あと上乗せもできた。一気に7500出しましたね。でモードをアリア白雪リコのボタンでいたずら告知にしようと思います。このモードを選ぶと演出の延長上で3000の告知もあるんですよ。このモード限定だけです。さあラッキートリガー今日もできます。さあこのモード、前回のシネ6でも昨日も触れてなかったモードなんですけど結構単純で最後ボタンで決まるんですけど、どんどんいたずらのレベルでレベル1レベル2レベル3で上げて形になるんですけど最後のボタンまで来てくれたら大当たりに期待できるような、モードになっています。基本的にはレベル上げです。でレベル上げてってボタンが一撃なのか連打なのかで突発焦点ってのもあっていきなり金でバーって焦点してくれたらそのまま当たりです。で保留変化も全部と共通なので点滅青保留レインボーです。だけど 18%43% 大当たりの子まずいたずら発生していただかないと。おお点滅された。緑レベル3オッケー。こういう感じです。サンズ柄でまず入賞時あのまま流れでいたずら3000億時もこのモードはあるんですけど今のところ入ってない。ここでは1、2、3ない。さあここから行きましょう。おい レベル上げレベル上げ一撃来い。行きます。おおショットバック焦点このままいたずら行ってほしいんだけど。ブーン。あいどうだこれ。延長戦昇天すれば3000ボーナス。あーしかし3000。これはこのモード限定の上がり方、このモードならではの3000のパターン。まくった今日の分はまくった。あと昨日の分まくろ。万発ゲット。おおなりゃ強いよ。 15%でロングヘンドの時はさっき見たく突発焦点を受ける場合があるので何も起きてなくてもロングヘンドはちょっと構える形です。なんか突然当たるのも見れるしボタン出てきたらちょいチャンスだし、で素直に先読みからの連打のパターンがやっぱ熱いですね。残り20ボス、あー一撃頼む、一個頼むって。12000もうちょっとください。ダメ。いやでも上手だったと思う。12000発今日の分全て回収しました。いやこれでお見せしたいことはできたので激闘でまあ昨日の分もちょっとだけ回収したぐらいですけど終わろうと思います。さすがに投資がきつすぎます。 OKOK 俺頑張った2日間死ぬかと思った。はい、では出ましょうか。いきたいと思います。お客さんついてたのが、このバラエティの島で3大設定から単品まで、アキナブラックインデックスの前のやつ、エヴァライト、オバロ、シード、ダンベルなどなど、はい、こんな感じでした。そして、産業3系列もわりかし、ついてて、ユニコーン、延々
あとここかな、バカボン、インデックス2、あとリゼロの鬼がかりで、アリア、結局アリア5万発1台出てました。いやすごかったっす、僕が下手なだけでした。はい、スロットの方はもう稼働が最後までについてたのが、天然グランベルムモンキーかな、そこら辺中心に、お客さんずっと稼働してたと思います。はい、それではデラマ紹介いきたいと思います。やはりエヴァがここは稼働ついてますね。おめでとうのロンギネスがいっぱい刺さってます。新エヴァと方向いた方、楽しいじゃないですか。そして天海とバラエティコーナー、朝鮮部、エヴァライト、下克上、ジャーギー、チェンフォイニディープ、はい、この辺良かったと思います。以上、ジャンジャンのデラマ紹介でした。風ブリー。はい、雪ですね、降り注ぐ中2日目頑張り、結局当たりを取り、まあ、最後お見せしたかった、3000の、まあ、全部ではなかったんですけど、上乗せのところもお見せできたのと、3人のモードでの特殊な上乗せパターンもお見せできました。終始は2日通しては結構きついものがあったんですけど、今日の収支で言うと、まあ、満発ちょっと、投資で回収が1万1000発ちょっとという形でギリプラスということになりました。ちょっとね、399なのでこれ以上追ってまたマイナスにするのはちょっと僕2日間の収支的にほんと辛いので、ここで終わりたいと思います。でも2日目やって本当に良かったと思いました。ちゃんと締まる、当たり取れたし、皆さんに右打ちの、まあ、ちゃんと万発超えたシーンと3000発の乗せの部分をお届けできてホッとしてます。ここまで見ていただいてありがとうございました。では残りでミッション達成します。本当にありがとうございました。カレンジャープロジェクト第2弾は岐阜堂々でございます。何で来るかマジで重要。お、あそこ当たりだ。入金ねえ、降りていいんじゃない。嘘でしょ捨てたもんじゃないでしょ。岐阜堂々、最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。カタエブリー。